はい、こんばんは。はい、こんばんは。霊視研究家ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。はい、ムイです。どうも。はい、この度の、ちょっと、なんて言ったらいいんでしょう、休止のご報告、ね、チャンネル休止のご報告を、ちょっと休止のご報告をさせていただきます。いただきます。はい、どうぞ。あ、俺からなんですか。はい、まあ皆様も ご承知の通り、金欠でございます。はい、もう完全なる金欠になりました。とうとう動くことすらもできません。収益が通ったこのなんていう初期の頃はきついね。そうだね。はい、まあ確かにね、もう最近は県外ね、京都やら静岡やら、そうですね、ちょっと県またぐ距離が多くなったため、まあガソリン代も維持費代もできなくなりました。はい、なんかいろいろカツカツでございます。はい、だけどまあムイ君ははっきり言って動きません。もう動けない。はい、動けません。主に今、はい、かっちゃんよりもムイの方が金欠なので。そうです。まあぶっちゃけ、いやいや、もうはい、ムイ君はまあ会社の中でいろいろあって、ちょっと病気になってしまいました。いや、必要あるかなこれ。ある。いや、やっぱし視聴者さんに、視聴者さんは俺らの仲間だから、友達だから。うん、そう、友達なのよ。この人たちが、この視聴者さんたちがいるから僕らは動けたんだから。あ、それはそう、うん、この人たちの背中を押してくれた力があったからこそここまで来れたんです。そうですね。だけど、職場でちょっといろいろありまして、メンタルがやられて、はい、ボッコボコですということで、職を変わるっていうことで、まあ、今はちょっと安静して、はい、うん、2週間ぐらいから1ヶ月ぐらいちょっと安静して、それから新しい仕事にをするかため、お金がなくもう使えません。そうですね、ちょっと、はい、先立つものが欲しいのです。はい、でも、僕はある程度一人でも活動はしていくつもりでいます。はい、まあそんなすごいところに行くわけじゃないです。ガソリンが自分が払える範囲、うん、うん、で僕一人で活動すると、あと家の中でやるか車の中で生配信をさせていくつもりではいます。だけど、ムイ&カッチャンネルとしての活動は中止とさせていただきます。本当にすいません。はい、申し訳ございません。本当に、今後は霊視研究家カッチャンネル。ムイオーランクだった。うん、ペキューって書いてある。就活って書いてある。無意即死って書いてある。まだ死んではいないと。ということでね、今度からはね、霊視研究家かっちゃんのみ、はい、しばらくかっちゃんのみの動画で、まあほとんど動かねえけどね、多分動かんやろな俺。だって決めれんもん俺は。もうこの何年間ずっとあなたに決めてもらってたから、俺やれんもん、もう。そうか、言われてみると、あれか、うん、じゃあ来週の金曜撮影行きましょうかみたいな、そういう、あ、行くぞ、それ言い出しっぺは俺か。そうそうそう、行きませんかって言って、じゃあどこ行くか調べてね、パチャンで終わりやん俺。あと放置でしたから。楽しとるの。そう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 。だから今度からは振り子とかで、今ちょっと精度を上げて振り子を本当にね、心霊の霊視の力で動かせるかとか、いろいろなことはしていくつもりでいます、僕自身が、自分が今で。あとは行ったところをもう一回詳しく説明しながら、今度は本当に一体の幽霊と会話をする動画を上げてみたり、ムイ君にあんまり編集の負担をかけさせないというような動画を撮っていきます。だからもう本当にぶっちゃけ言います、
かばう人がいない、やりたい放題でいきます。はい、そうですね、うん、ぶっちゃけかばうのは負担ではありましたか？やっぱ上げていいとこと上げて悪いとこっていうのがあったから、とりあえずはまあブレーキをかけてくれる人がいなくなるっていうことやな。だから変な話、本能寺って言って俺老人ホームに突っ込みでくやろな。そっちじゃないです。うん、廃墟、捕まってもいいから廃墟入ってっちゃう、勝手に。うん、よそ様のご迷惑にならん程度に抑えてください。ブレーキがなくなります。まあ、とりあえずそういうことで、まあムイ&カッチャンネルの休止はさせていただきます。はいはい。だけどカッチャンだけの動画上げた時はもう見なくてもいいから開いてください。はい、あ、動画開くだけ、開くだけでいいです。開くところまで行ったら、あの高評価とチャンネル登録お願いします。そう、チャンネル登録してくれれば本当にいいです。うん、本当に。その代わり、どんな動画になるか分かりません。僕が作るものは僕が勝手にやりますから、もう。はい、ですから、これからもまた再活動するときはまたよろしくお願いいたします。お願いします。すいません、わがままなことで。はい、はい、では皆さん2人が揃うのを、楽しみにしてください。はい、はい、さようなら。さようなら。